を共に来たぜ。さあやりましょうか。頑張ります。絶対負けない。ザッオッケー。うわぁ、してみろ。怪我します。俺の番だな。かかって。え、本気ですか。やんのか。え、舐めないで勝てますかね。ほら来いよ。かかってこいよ。くらえ。なあ、どうしようかな。はあ、うん、よし、よし、決まる。いらっしゃいませ。ありがとうございました。開けてみるか。開いたぜ。そうです。それでは。おう。やりましたね。町の平和を頼みますよ。どうも春日さん。町の平和を頼みます。なんだって？頑張ります。
おい。
するかね。ぶっ飛ばしてやる。やってやる。ほら来いよ。マブチの野郎、えらく気合が入ったな。ああ、半端ねえオーラだ。俺には体から真っ赤な炎が出てるように見えるぜ。お前の想像力すごいな。なら俺たちも同じくらい気合い入れねえとな。その通りだ。行くぞ。またいい女になっちゃった？まだ成長できるとはな。こいつはすげえ。聞いたぜ。最高じゃねえか。まだ口が聞けそうだな。ありがてえ。いってえ。何なの？嬉しそうな声出して。よくもうちの店長殺してくれたじゃねえか。殺したな。はあ、殺した殺した。殺してやったよ。清流会とドンパチするために。俺は言われた通りにやっただけだ。言われた通りにだと？誰に？何を？さっきここにいたろ。ブリーチジャパンの代表、小笠原。小笠原？あいつが店長の殺しをお前に？何が狙いでそんなことを？小笠原の狙いはな、偉人町そのものだ。何だと？荻窪豊を支える謎の資金源を暴き出すことが小笠原の狙いだったんだ。そのためには幾の壁にひびを入れる穴を開ける必要があった。穴を開けるって、それが野々宮が死ぬことなの？じゃあ何か？小笠原はグレーゾーン潰すために殺しの指示を。何がブリーチジャパンだ。何なんだあいつらは。待てやマブチ。連中に頼まれたとしてお前は何で引き受けた？偉人さんの全勢力を敵に回してまで何の得がある？小笠原にはでかいバッグがついてる。バッグ？偉人さんも陸の壁も時期終わりだ。明日には
山ほど兵隊が乗り込んでくるからな。兵隊？ブリッジジャパンのか？そうじゃねえ。まだわからねえのか、カスが。あ？ブリッジジャパンのバックについてんのはな、カムロ町にいる近江連合よ。なんだと？俺、偉人町の荒川真澄になるんだ。やつみてえに町を売っ払って近江の幹部に名を連ねる。俺はこんな狭い町で終わりゃしねえ。おやっさん、てめえと一緒に語んな。近江連合がこの町にも来るの？そこんとこじっくり聞いてみようじゃねえか、小笠原の野郎に。奥にまだ部屋がある。小笠原も難波もそっちへ入ってた。ああ、分かってる。行こう。奥からも外へ出られたんだ。小笠原ならもう出てった。難波？ブリーチジャパンは偽札を暴き出す。コミジルもぶっ潰してくれる。俺の弟も見つけ出すかもしれん。俺らにはできねえ芸当だよ。なんじゃ。一番、俺にとって大事なのは弟だ。長いことホームレスやってたのもあいつを見つけてからだ。小笠原はどこに行った？もう彼らの邪魔はすんな。少し話をしてえだけだ。だからそれが邪魔だってんだよ。一番難波、今は弟より自分を心配しろ。偉人さんの殺し屋が探してる。明日まででいい。どっかに隠れてろ。さっき真淵が言ってた。明日近江の兵隊が偉人町に入ってくる。そのどさくさに紛れりゃ逃げられる。お前ならできんだろ。余計なお世話だ。ねえ、なんちゃん、気持ちはわかるけど、私たちの気持ちもわかってよ。ねえったら。うるせえよ。そいつは店長を殺したやつだぞ。そして小笠原はその指示を出してたんだ。ああ、でもな、弟を見つけるにはこいつらの力がいるんだ。本当に行くのか？止めたきゃ止めろ。なんなら背中からかかってきても構わねえぜ。俺らがお前にそんな真似するわけねえだろ。くだらねえこと言うなよ。俺たちは仲間だ。ああ、うるせえ。一番、気持ちはわかるが立ち止まってる場合じゃねえ。奥はおそらく支部長の部屋だ。調べてみようぜ。せっかく誰もいねえんだ、チャンスだろ。なあ、そうだな。これは。どうしたの？おい、この写真。なんだよ。小笠原と握手してるこいつだよ。ああ、都知事じゃねえか。青木だろ、都知事の青木亮。まだ若い頃だな。今はもう抜けたが、もともとブリッジジャパンはそいつと小笠原が二人で立ち上げたんだ。
青木亮は。でも死んだはずだぜ。はあ？死んだってカムロ町で俺はそう聞いてた。どういうことだ、青木亮を知ってんのか。違う、こいつ。若田、荒川雅人。知事、来週の予算審議、反対派の都議らは相当粘るつもりです。道路族のじいさん連中か。建設予算の削減が気に入らないんでしょう。議会は長丁場になるかと。夕方に予定されていた表敬訪問はキャンセルの方向で考えております。表敬訪問？ああ、新聞社が主催の。子供たちが来るんだったね。そうです。ならキャンセルはなしだ。親御さんたちだって張り切って新しい服を買ってあげて心待ちにしているかもしれないからね。ええ、ですが。大丈夫、必ず定時までに反対派を解き伏せて審議を終わらす。子供たちをがっかりさせたくない。わかりました。表敬訪問は予定通りに。今日はもう上がりなさい。失礼します。小笠原です。いい知らせかな。ようやく見つけましたよ、荻窪幹事長の内出の小槌。肉の壁の深いところにありました。そうか。つきましては関西のおのぼりさんたち、いくらかこちらへよこしてもらえますか。いいだろう、東京にはもう十分手が足りている。余っている分をそっちに回す。この辺りが詳しく書いてそうかな。青木亮、現都知事42歳。やっぱり年も若と同じだ。そう焦んないでよ、ただの他人の空似かもよ。20歳を過ぎて引きこもりだった青木は、ある時一年発起してアメリカへ。政治経済を勉強する傍ら、盟友となった小笠原はじめと共にハーバードを卒業後帰国。その年ブリーチジャパンを設立か。小笠原もその頃はまともな人間だったのかな。まあ連中昔から主張だけは正論だったぜ。若者が世のグレーゾーンに切り込んでいく様が瞬く間に全国で支持を集めたんだよな。青木亮もテレビや雑誌にバンバン出て一躍知名度を上げた。コメンテーターなんかもやってたぜ。でその後はブリーチジャパンを小笠原に任せて政治の世界へ。2年前都知事になった時の得票数はまあまあ。でも
今の支持率は 80% 超え。政治家としちゃ敵なし状態だな。なあ、それより青木亮が実は荒川雅人だって情報とかどっかに書いてないのか。パッと見る限り見当たらないわ。やっぱ他人の空似じゃない。いや、そう決めつけんのは早い。むしろ都知事が荒川雅人だとすりゃ筋が通ってくることもある。え、どういうこと。青木亮は都知事として2年前に一気に支持率を上げた。その理由はカムロ町産経作戦で東上会を壊滅させたからだ。ヤクザを町から一掃する作戦よね。ええ、そして作戦が終わった時、あそこのトップや幹部衆はほとんど失踪って形で町から消えてたらしい。失踪？まあ失踪というよりは現実は慌てて逃げ出したって感じだろう。作戦が実行されてた最中、警視庁じゃ誰をどの罪で捕まえてやろうかって秒読みの段階だったらしい。産経作戦としてかこつけりゃ東上会関係者全員暴対法だのなんだのでいくらでもしょっぴけたはずだからな。ってわけで東上会の幹部衆も捕まる前に高飛びしたってわけよ。なるほど、そこまで追い詰められてたのか。だがそこまで東上会を追い詰めたのは産経作戦が優秀だったというよりも東上会組織の内部情報が警視庁にダダ漏れだったってことだ。でその情報を流していたのは荒川組組長荒川真澄だった可能性が高い。じゃあその組長が知事とグルだったってこと。春日の指摘通り知事が荒川雅人だとすりゃ荒川にとっちゃ実の息子ってことだろう。グルどころの話じゃねえ。春日、これで荒川が東上会を裏切った理由にも説明がついたな。荒川は東上会から知事になった息子に鞍替えしたんだ。おやっさんはそんな人じゃねえ。かもな。だが俺の推理は曲がりなりにも筋は通ってると思うぞ。荒川だって極道である前に人間であり父親だ。血のつながった息子のためなら自らの立場を顧みず肩入れするのもおかしくはない。若が都知事ならどうやって自分の素性を変えられたんだ。戸籍を買ったのかもな。戸籍を変えるの。架空の人間を作り出すことは難しいことじゃない。加工した写真を作り偽名をつけ戸籍謄本だって偽造すりゃいい。ほんの少しの間ならそれでごまかし通せるだろう。でもちょっとでも深く調べられたらすぐにボロが出るもんだ。だよね、実際には全部嘘なんだもんね。そういうことだ。でも実際に存在する戸籍ごと奪っちまえばその嘘も現実にすり替えることができる。多分本物の青木亮って引きこもりは実在したはずだ。その戸籍を雅人が金で買い取ったか奪ったかして成りすました。でも他人の戸籍を乗っ取るってそんな簡単にできるの。簡単とは言ってねえ。だが裏社会とパイプを持つ人間ならあとは金で解決できるだろ春日。若には荒川組の力がある。金もある。確かにやれるかもな。でもなんでわざわざそんなことを。雅人はヤクザの息子って素性をよほど隠したかったんじゃないのか。本当の素性のままじゃ今の活動はできねえだろう。一番、その雅人さんが死んだっていうのは誰から。中学の時の先輩から聞かされたんだ。ついこの間カムロ町で。荒川組がわざとデマを流したのかもな。雅人の成りすましを成立させるために。また、その写真。
何？どうしたの？若は生まれてすぐの事故で歩けなかった。けどこの都知事は車椅子じゃねえ。え？どうしてだろう。戸籍は変えてもそれはさすがに。青木亮はアメリカに留学してたんだったな。手術を受けたんじゃないのか。でも医者もサジを投げてたんだ。そりゃ日本での話だろう。アメリカなら日本じゃ未認可の手術やらを受けることもできるからな。あ？この偉そうな制服は？うん、警視総監だ。そいつが堀之内十郎だよ。足立さんの因縁の人ね。こいつどっかで見た気がする。ん？それも俺が無所に入る前にだ。あれは確か。そうだ、若にお供していたキャバクラであったんだ。若が入れ込んでた女が裏では堀之内に惚れてた。それで若はメンツをがっつり潰されて。へえ。じゃあ知事と警視総監はかつての恋敵だったってわけか。ふん。こん時お互いどの面下げて顔を合わせてたんだろうな。でも一番が覚えてるくらいだからお互いに覚えてるんじゃない。何なんだろうね。なんか急にカムロ町が身近な感じになってきたな。くそ、頭がこんがらがってきたぜ。まああんまり根詰めんな。今日はもう休もうや。俺はもうクタクタだぜ。そういえばマブチが言ってたよね。明日近江の兵隊が乗り込んでくるとか。でも何しに来るっていうの。考えたって答えは出ねえよ。だから休もうっつってんだ。それもそうだな。よし、帰って寝るか。いや、帰る必要はねえさ。え？マスター、前に頼んだ2階の部屋の件だけどよ。ああ、もう片付いてる。使って構わねえぞ。ありがとうよ。2階の部屋？ああ、実はこの店2階に空き部屋があってよ。物置になってたんだが、そこを俺らのアジトとして使わせてくれねえかって頼んでたんだ。お前のうちも風情があっていいんだが、さすがにこの人数で寝泊まりするには手狭だしな。ここなら人数が増えても多少は大丈夫だし、酒を飲んで眠くなってもすぐ寝れるな。いいアイデアだろ。そりゃ俺らはありがたいけどよ。いいのかいマスター。もともと使ってない部屋だからな。別に構わねえよ。それに。それに？詳しくは知らねえが、おめえらこの町の連中のために戦ってくれてんだろ。そんな勇者さんご一行にボロ部屋一つ貸せねえほど俺は落ちぶれちゃいねえよ。マスター、ありがとう。じゃあ遠慮なく使わせてもらうぜ。おう。でもよ、さっきのセリフはちょっと臭すぎじゃねえか。うるせえ。お茶くるんならもう貸さねえぞ。